つもお世話になっております、ヨドバシカメラ梅田店オーディオ担当の山本です。今回はですね、ソニーから待望のフルワイヤレスイヤホンの新作が発売されるということで、私山本、一足お先にレビューしてみたいと思います。待ってました。では早速登場していただきましょう。ソニーノイズキャンセリングフルワイヤレスイヤホン WF-CX-M4。 今作も非常にシックでかっこいい。いやー、非常にこの全体的に黒にゴールドという配色、新たなデザインとなっておりますが、非常に落ち着いた印象でかっこいいですね。こちらの WF-1000X-M4、今大人気の WF-1000X-M3 の後継機として、新たに登場いたしました。そして様々なところが進化しているんです。まずは見た目からなんですが、前作よりもですね、もう見ていただいてもお分かりの通り、かなりコンパクトになっております。ケース自体もですね、前作からなんと約 40% 小型になっておりまして、イヤホン自体もですね、約 10% コンパクトになっております。イヤホン自体のデザインもですね、丸みを帯びたフォルムに変わっております。実際に耳につけてみますと、このように、耳のこのくぼみ全体で収まるような形になっておりまして、こう横に出っ張らない、デザインになっております。そして前作同様、タッチセンサーで操作ができるようになっておりますので、ノイズキャンセリングのオンオフだったり再生停止だったり、そのような操作がこちらのイヤホンでコントロールできるようになっております。そしてイヤーピースもですね、新たな独自開発のノイズアイソレーションイヤーチップというものに、変更されておりまして、高音域の、遮音性がこちらのイヤーピースでグッとアップしております。でさらに、装着ガイダンス機能も、ついておりまして、アプリ上でですね、自分の耳にぴったりなイヤーピースの大きさを、提案してくれる、こんなすごい機能も、ついております。そしてお待ちかねのノイキャン性能。今作はですね、統合プロセッサー V1 というチップが入っておりまして、前作よりも 40% 多くのですね、ノイズをキャンセルできる、さらに業界最高峰クラスのノイズキャンセリングを実現しております。それでは実際にノイズキャンセリング体験してみたいと思います。そしてノイズキャンセリングをオンにします。静かですね。今空調、この部屋ついてるんですが、ずっと空調の音をしてたんですが、ノイズキャンセリングつけるとほとんど聞こえないですね。空調切れちゃったんじゃないかっていう、ちょっと勘違いするほどむちゃくちゃ静かになってます。これだけ静かだとですね、会社とか、ね、お家で仕事や勉強される際にちょっと集中したいなーなんていう時に使ってもむちゃくちゃ効果的なんじゃないかと思います。やはり前作よりも 40% もですね、多くのノイズをキャンセルできる、この能力は伊達じゃないですね。こちらですね、マイクが片側に2個ずつついておりまして、こちらで周りの音を集音して、それを打ち消す波を中で作り出してノイズキャンセリングを行っております。外でノイズキャンセリングイヤホンを使っているとよくあるんですが、強い風が吹くとですね、このマイクにですね、風のボコボコした音が入ってしまいまして、風ノイズというものが、発生してしまうんですが、今回の機種に関してましては、この風ノイズを軽減する機能もついております。もちろんですね、前作同様、外音取り込み機能もついております。前作よりも外音取り込み量が増えておりますので、より自然に周りの音を聞くことができるようになっております。この、風ノイズ低減と、外音取り込み機能、この2つがあることで、外での楽しみ方が非常にグッと幅広くなってくるんじゃないかなと思います。さあ、ソニーのイヤホンといえば、やっぱり気になるのは音質ですよね。今回の、こちらの WF-1000X-M4 にはですね、
最新のウォークマンにも、搭載されております DSEE Extreme というものがですね入っておりまして、AI 技術でですねリアルタイムに音楽を分析して最適な音にアップスケーリングしてハイレゾ級の音質をお楽しみいただけるようになってます。さらに LDAC にも対応いたしましたので、 Xperia だったりウォークマンだったり対応の機種であればさらに高音質で音楽をお楽しみいただけるようになっております。では音質チェックしていきたいと思います。くー、いいですね、むちゃくちゃいいです。印象といたしましては、第一に解像度が非常に高いなという印象ですね。一つ一つの音がしっかりと分かれて聞こえるというような感じですかね。ボーカル、ドラム、ベース、ギターだったりですね、一つ一つの音をしっかりと楽しめる印象ですね。低音も非常に締まりのいい低音、そして高域もですね非常に抜けがいいんですが、かといってこうキンキンした耳に刺さるような音は出ずですね、非常にシャープで洗練されておりますね。そして、まあ、こういうねイヤホンだと普段聴いている音楽をですね、このイヤホンで聴くと、あ、こんな音楽こんな音も鳴ってたんだみたいな新しい発見もできちゃうかもしれないですね。そしてですね、昨今非常に、Bluetooth イヤホンをご購入いただく際のポイントとして、比重が大きくなっているのが通話性能なんですよね。今回のこちらのWF-10X M4 はですね、この、まあ、両側にそれぞれ、2個ずつマイクがついておりますので計4つのマイク、そしてですね、骨伝導センサーというものが中に入っておりますので、こちらの声を相手に非常にクリアに伝えることができるようになっております。ですので、テレワークだったりオンライン会議だったりこういった場面でも非常に大活躍してくれること間違いなしです。そして、山本的嬉しいポイント、なんと IPX4 の防滴性能がつきました。イエーイ、安心して使えますね。暑い夏つけていてこう外で暑くて汗をかいても大丈夫、そして突然夕立に降られて濡れてしまっても、そしてトレーニングや、ね、ジムで使って大汗かいても大丈夫です。安心して汗をかいてこちらのイヤホン使えます。そして、バッテリーの持続時間も長くなりました。こちらのイヤホン本体、こちらで、ノイズキャンセリングをつけている状態で、8時間、ノイズキャンセリングをオフにすると12時間、そして、ケースには2回分の充電が溜まっております。16時間分が、別で、こちらの方に溜まっておりますので、イヤホンとケースこちらを合わせましたら、ノイズキャンセリングをオンにした状態で、合計24時間、そしてノイズキャンセリングをオフの状態で、36時間お使いいただくことができます。そして、急速充電にも対応しておりまして、5分充電していただくと60分使えるようになりました。そしてワイヤレス充電にも対応したので、ワイヤレス充電器をお持ちの方はこちらをその上に乗せていただくだけで充電ができるようになります。さらに、スマートな機能がついておりまして、スピークトゥーチャットという機能がついております。このイヤホンをした状態で音楽を聴きながら喋り始めると、自動で外音取り込み機能に切り替わって周りの音が入ってきて普通に喋ることができると、操作をしなくても外音取り込み機能に勝手に変わってくれるという非常にスマートな機能もついておりますとですね、ノイズキャンセリング精度もアップしまして、音質もさらに向上しました。そして、スマートな機能もてんこ盛りなこちらの WF-10X M4、 なんとですね、ヨドバシ梅田、発売前にご視聴機ご用意させていただきました。ぜひですね、このノイズキャンセリング性能、そして
音質、この辺りを店頭にて、実際にご体感いただければなと思います。もちろんご予約も受付中でございます。ヨドバシ .com でも、ご予約受付中でございますので、そちらもぜひご利用ください。ヨドバシ公式 YouTube チャンネルでは、楽しい動画や役立つ情報をどんどん配信していきますので、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。